頑張ってください。運転して目が疲れたらすぐに休んでください。いいですね。休憩を取らなかったら事故につながります。眠くなったら休憩してください。その通り。暗い時の方が速度感がありません。ですから遅く感じるんですね。いいですね。夕方は帰宅を急ぐ車も多く、注意した運転が必要です。いいえ、体の調子が悪い時にはスピードを控えめにしてくださいね。ちゃんと勉強したみたいですね。大型車は大きい分だけ近くに感じます。ちゃんと勉強したみたいですね。信号の見落とし、見間違いが結構あります。注意してくださいね。外れです。トンネル手前で徐行してはかえって危険です。減速程度にしてください。その通りです。速度は控えめにするのが大切です。その通り。暗いところから明るいところへ出ると眩しいので視力が落ちてしまいます。お疲れ様でした。